経済政策提案、福祉政策。1、労働福祉政策。労働福祉政策は労働者の権利と安全を保護し、労働環境を改善するために実施されます最低賃金規制、労働時間規制、安全基準の確保、雇用の安定性の確保などが含まれます。2、医療福祉政策。医療福祉政策は誰もが適切な医療サービスにアクセスできるよう保障します保険制度、予防医療サービス、 医医療療費負担のの軽減、医療技術の向上などが含まれまれす3教育福祉政策教育福祉政策は全ての人が教育にアクセスできるよう保障し教育の機会の平等を促進します無償教育教育の質とアクセスの向上教育負担の軽減教育格差の縮小などが含まれます4住宅福祉政策住宅福祉政策は安定した適切な住環境を確保し 個人や家族が安全に居住できるよう支援します公営住宅の支援、住宅補助金、住宅購入支援、ホームレス支援プログラムなどが含まれます。5老後福祉政策老後福祉政策は高齢者の生活の質を保障し安定した老後を保障します年金制度医療サービス快適な老後を支援するプログラムなどが含まれます。6障害者福祉政策 障害者福祉政策は障害を持つ人々の権利と生活の質を向上させることを目的としています。アクセシビリティの向上、雇用機会の提供、リハビリテーションサービスのサポート、経済的支援、障害者の社会参加の促進などが含まれます。